江戸時代の区下。任公天皇の外祖父。県大納言、加重寺県道の次男。母は、薄木藩主、稲葉久志通りの娘。新県宇宙弁、加重寺高明の養子となる。聖新県大納言。同情家である加重寺家の二十三代当主。法暦八年女爵、翌年元服。安永八年五月四日、三義、安永九年、十三味。 関西元年圏代名言、聖二位となる。娘子は、広角天皇天寺となり、関西十二年に、後の仁皇天皇を生んだため、常一は、天皇の外籍となった。また、多くの有力苦行と縁組し、外村の中に、岩倉智美がいる。後に、本座の宣言を受けた。広角天皇実録巻八に、藤原後について、 母は松平中常の女なりと記されている。その出典として、食産の宮殿、古障には不良、菅治無事系図が挙げられている。東京大学資料編纂所書所蔵、過重寺家父36ページには、おも屋女房と記されており、他の資料と異なる。ただし、元の家父は1864年の金門の変で、失われており、これは、明治8年に、 家重寺建造により差し出されたものである。松沢勝之、山市奈良井ことの偽装非免と、法歴事件、懲罰研究会編、論集近世の天皇と、朝廷岩田書院、2019年、P257 から280。ありがとうございます。